はい、では今収録が終わったということでですね、アフタートークをさせていただきたいと思います。あの時から、はい、取材に来てた小学館の、あ、いつもカメラ持って3人ぐらい、はい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 、来てスチール撮ってるスタッフがいたじゃない、うんうん、あの人たちも変わってなくてもうびっくりしたみんな同じ人が未だにカメラマンで来てるんだと思って、すごいですよね、本当にすごいと思います。うん、当時もね、大人の方々が、うん、結構な今ちゃんと大人になられてまでやられてるんで結構な年だよね、みんなね。そうですよね、すごいと思う、うん、劇レンジャーのテーマが高みを目指して学び変わるだったじゃないですか、うんうん、その今までこれまででもいいですし、劇レンジャーを経てでもいいんですけど、何かこう学び変わったこととかってあったりしますか？50歳の時にまた改めて書道を始めて、はい、うん、今もまだ通ってるんだけど書道教室楽しい。へえ、いつからやってるのかなってのをお聞きしたかったんですよ。50歳になってからで、先生が10歳ぐらい下で、年下で、でも割と親子で来てる人とかもいて、はい、小学生のお子さんとお母さんと来てたりとか。なんでやり始めたんですか？てっぺんっていうテレビ番組、はい、なんか岸特番みたいな番組があって、はい、あのピアノ対決とか、うん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 、でそこで書道対決っていうのがあって、はい、まあ、ちょっと有段者が何人か芸能人で出るみたいなのあったんだけど、はい、もう全然小学校以来全くやってなかったから、当然なんか全然あのてっぺんも取れなくて、うん、であの娘が通ってた書道教室に、はい、なんか先生にあのこういう字を書くんですけど習い始めて、そこからもう教室に通い始めちゃって、はい、で1年経ってもう一回てっぺん出た時に、うん、あのてっぺん取れて、すごーそうで去年また出た時にまた落ちてなんかね、会場って一般課題でなくて、はい、全部崩した字になっちゃってるから、はい、会場が結構難しくて書くのが、練習してないんだよね、なんか草書とか行書とかやってないから、うん、会場が結構難しいなと思って、でもあのアクションの時の話もそうですけど、結構そうやって何かをしっかり習いに行かれて技を磨くんですねすごい。 いやでも、うん、そう結構やってたかな、役のためにって言って、うん、私絶対に役じゃなかったら取らなかっただろうなと思う、はい、自動二輪免許とかもなんかあのバイクに乗るシーンがあるから聞いて、はい、まあ普通免許取ってたから1週間で取れたんだけど、はい、そういうのとかは割とやってた方で、今はもう書道ぐらいしかやってないけど、書道は別に役に役でやるっていうわけではなく、うん、なんかその番組きっかけで、でも結構ハマっちゃって。へー、お家で書かれてるわけではないんですか？その教室に、教室っていうか、なんかあの自治会館みたいなところに先生がわざわざ来てくれて、そこに集まってやってる。そうなんですね。でもいつまで経ってもこう楽しいことがあるっていうのはいいですよね。そうね、なんか結構書道って割と墨をする段階からも、はい、墨のアロマっていうか、あの、いい香り、あの香りを嗅ぐとなんか結構集中力がこう高まってきて、うんうん、なんかあの書き直しもできないみたいな、集中力とかも失えるし、はいはい、なんか楽しい今あの肩書きといいますか、何なんでしたっけ？
今ね、トクトク三席っていうところに行ってトクトク三席そう、もうダン、キューとダンを、はい、結構前に通過して、はい、いろんな、もう本当にさ、多いのよ、なんか段階が、はい、うん、ちょっと覚えられます覚えてないでも娘は中学までやってたんだけど、娘は同時二席っていうところまで行って、はい、そこに行くまでまだ私よりも上なの。すごい。やめちゃったんだけど、はい、よりも娘の方が上の段階で、まだねそこまで行けてないんですよ。そこまで行くとなかなか毎月毎月上がったりとかできないっていう、うんうんうん、今は毎月なんかこう商談してるんだけど、はい、こう止まっちゃったりしたり、そうなんですね、楽しいですよ、すごい。あと和江さん結構のお弁当とかもあげられてるじゃないですか。もうでも大学生になっちゃったんで、娘がで今リモートだから家で大学生なんだけど全然通ってなくて、お弁当作る機会がもうなくなっちゃって、うん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 、私結構見て自分の参考にとかいや本当になんかそんなに数作れない時はもう、うん、冷凍食品とかもなんか入れて、うんうん、冷凍食品も美味しいですもんね。いや美味しいのいっぱいあるよね。もうでもすっかり買わなくなっちゃったけど、うん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 、結構晩ご飯のおつまみとかにもなったりして、あれはね便利だよね。なんか煮物とかちょっとだけ作るなんてできないから。はいはいはい。うん、だいたい夜の残り物とか。そう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 。もうあとなんだろう、ほうれん草のおひたしとかは常に作っとけるからちょっとずつ食べて、卵焼きとかはね、はい、なんかすごいマンネリになっちゃうんだよね。そうなんですよね。そうそうそう、もう寝てないな、そういう朝早起きもしてないし。いやなんかお母さんがいつもお弁当とか昔作ってくれてたんですけど、うん、本当にすごいなって思いますもん。そうだよね、小学校からさ、私立の子なんかはもう小学校からお弁当だもんね。うん、毎朝早く起きて一日作ってくれてねえ、本当に大人になっていろんなことを感謝するようになりましたこれから子供が生まれたりするともっとこんな大変だったんだって身をもって知る時が来るよいつになることやらって感じですが、わかんないよね、うん、だってさ、激レンジャーもう本当に13年も経ってるからさ、はい、なんかまあでも1年やってたからいろいろ覚えてはいるけど、はい、すごい年数経っちゃったよね。もうちょっと早く呼んでくれればいいのに本当ですよねうん、こんなに年取ってからなんで、しかもレッドとかブルーとかいないじゃんとか思って確かに、なんだっけ、一回レッドは出てますよね。5回じゃん、違う、あ、そうなの、出てたんですよ、ジャンナって。そうなんだ、はい、すごい。激レンジャーといえばなんかバンダイの人から、はい、激レンジャーの、はい、なんか模様の生地をもらって、はい、それでパジャマ作って娘が保育園でお昼寝にそれ着て寝てたっていうのがブルーで本当に男の子のパジャマみたいなんだけど気に入って着てたっていうのを今思い出したそれで言ったら私、和江さんから、うん、お道具袋みたいな、巾着袋みたいなのをいただきました。なんか私それいろんな人に言われて、私そんな配ったっけとか思ってそうそう、布がいっぱいあって、はい、なんか何人かに配った、そういえば配ったかなみたいな、なんか全然覚えてなかった。すごい嬉しくて、うん、使ってましたもんそれではですね、はい、はい、このあたりでアフタートークは終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。また激レンジャー会でも来てください。
はいはい、また読んでください。はい、ありがとうございました。バイバイ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、聞いてます？うん。レコーディングになってる。はい、あの。消えてない。消えた。はい、じゃあそれではですね。あ、ちょっと始めていきますので。はい、それではですね、アフタートーク撮っていきたいと思いまーす。お疲れ様でした。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。すごい楽しかった。で、私もなんかギュッと駆け足で詰まって、うん、あっという間に過ぎていっちゃいました、うん、ね。なんか何喋ろうかなって思ってたけど、うん、全然もうバッチリ、もうこれはこれはこれはって、もう咲野さんがスパスパスパと名 MC ですから、スパスパスパなんかさ、締めようかなってさ思ってさ、うん、時間も聞こえてるはずなのにさ、めっちゃ喋り出すからさ、うんしかもそこ聞こえてないのに、なんか他の指示いただいた時にありがとうございましたありがとうございましたって言っちゃってさ、あ、言っちゃったと思って、言っちゃったって言っちゃったよね、多分。だってさ、笑ってたもんだって本当にね、取捨選択間違えてた、1個ずれてた、回答欄みたいな感じになってた。すっごい面白かった。結果0点じゃ1個間違えてた、ずれてた質問さ、あ、そうだ、ツイッターで募集したんですけど、ありがとうございます。答えてくださった皆様ね、ありがとうございます。この中からいくつか、はい、いくつだからね、もちろんです。早押しでいいよ、早押しね、はい、ピンポン、どうぞ。メイさん、今日も可愛いね。何がえ、言われたいセリフとかだったのかな、言われて嬉しいセリフとかだったな。何が、ね、渋い、渋い返事が返ってきた。何が確かにな、確かに。懐かしい質問と返事さっきね、はい、ラジオでもお話ししたことちょっと似てるんだけど、はい、もちろん、お願いします。2年前に当時の猫を見てくださった方からのコメントね、はい、来てまして、ありがとうございます。メイクちゃんファンの方なんですけれども、あら、ありがとうございます。メイクちゃんとさきなちゃん、それぞれの思うお互いの意外な一面や、それはすごいって思うことはありますか？両方ありますね。ピンポーン。はい、メイクちゃん。はい、来ました。あ、ちょっとお腹鳴っちゃったけど答えますね。はい。あの、猫カフェ行った時に、うん、なんか猫よりハンモックが好きそうだったけどそれ意外だったの？すごいと思ったの。なんか猫カフェ自体あんまり行ったことないみたいな言ってて、あ、猫ちゃんだーって、こうしばらくなるかなと思いきや、餌とかをあげてたけど、ちょっとゆらゆら、え、すげえさ、ね、猫いいんすかっていう。いや、猫ね、可愛かったんだけどさ、結構、なんだろう、ツンデレというかさ、まあそうですね、あまり来てくれなくて、餌じゃないと来てくれなかったからさ、うん、疲れてるというか、まあ、人間ねっていう感じの猫たちではありましたね。そう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 。あと寝てる子ばっかりだったしね。うん、確かに。で、普段見慣れないハンモックがあったから多分行っちゃったんだろうね。まあ、ちょっと綺麗な猫カフェに行ったっていうのもあるかもしれないですね。こう、くつろげるというか。うんうん、すごい綺麗だった。のと、うん、すごいなと思うところ、はい、ピンポン。はい、どうぞ、はるかさん。いいですか。はい、どうぞ。パイロットのところ。ブブー。この回答は間違っていました。大丈夫。嘘でしょ。あんの？ブブーとか。何言った今。パイロット。パイロット？パイロット。ご存知のパイロット。とはって思うでしょ。気になるでしょ。うん、言いますから今から。ピンポン。はい、どうぞ。鏡を見るときって普通ね。うん。こう自分の体を見るじゃないですか、うんうんうん、稽古中とかに、うんうん、動きの感覚がなんか自分の動きなんだけど、こう第三者としてこう体を操縦してるみたいな感覚をさきなさんやってるなとか、これ離れて思ってて、体の操縦士さんみたいですごいなって思ってたんですピンポン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 大正解
これで終われるぜ。よかったよかった、ありがとうございます。へー、そう、そうなんだ、いいでしょ、そう、かっこいいなと思って、職人気質というか。あー、なんかさ、好きなんだよね、アクションとか。うん、で、こう、かっこよく映ってないと嫌で、うん、めっちゃにじみ出てました、めっちゃかっこよかったですもん、だって、うん、だからすごい、持ったことのないようなさ、うん、余計にかも、そう、すごいなんかこう本当にこう角度というか、こう全部こう、うん、あれでちょっとのあれで変わるじゃないですか、そういう変わるよね、中でちっちゃい 小先ながらこう操縦してるみたいな感じで、ね、うん、めっちゃ上手に右腕を上げるって、そうそうそう、めっちゃそれを真剣な感じで、でもなんかこうね、あのスンとした感じそれ真剣にやるよね、いや、そう、めっちゃかっこいいと思って、うん、そう、なんかどんどんこうやっぱ楽しいんですよね、やっぱアクションを立てて、うんうんうん、どんどんこう上達したくなるとか、課題がこう一生終わらないじゃないですか、本当に一個これができるようになったらもっとなんかここをこうしたら良くなるみたいなので、うん、どんどんこう聞きに行っちゃって、何しても過去にまでなっちゃう、うん、この2つ、わー、記憶は、うん、ありがとうございます。映画だ、映画だ、ありがとうございます、こちらこそ。私のね、ネクちゃんのすごいって思うところはね、うん、よし、来たなんか、ね、やっと来た、この時間が、はいはいはい、そうそうそう、誰に対しても、うん、こう、なんていうんだろう、緊張感を感じさせないっていうか危ういな、いいことだよ、危ういな、はい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 、すごくこう親しみやすいというか、あのあれね、本番始まる緊張感とか別の感じのやつね、あ、全然よってさ、その初めての人と喋るのって私すごい緊張しちゃうんだけど、うん、それはあんま感じなかったというか、あ、この子多分好きだってすぐ思った、ねえ、嬉しい、聞いてて録画してもう一回、もう一回戻してみて、うん、カットしてくれたか、あ、ピンポンピンポンピンポン、大正解、花丸大正解、嬉しい、花丸つけたく、嬉しい、嬉しい、ボーンってね、花丸嬉しいです、いや、ありがとうございます、確かに言ってくださってましたよね、うん、言った気がする、うん、なんかね、地元の友達みたいな、なんか、うん、あんまり緊張しなかった、だからこうやって誘ってくれたも同じよ、ねえねえねえ、だから誘ってくれたも、ねえねえねえ、あ、時間かもしれない、ピンポンピンポン、嘘でしょ、急に確認するけどね、一応さっき逃したからさ、全然まだ大丈夫よかった、ありがとうございます。ねえ、役作りとかはどうだったの、はい、あー、大変だった、そうね、まあでも結構アニメがベースにあるっていうのは、うんうんうん、嬉しいことというか、うーん、こう立体で、まあまあ平面ではあるけど、こう立体的なこう動きが想像しやすいというか、うんうん、でし、その縦のやつも流派とかが決まってたりして、こうなんか調べる材料がめっちゃ多かった気がするので、確かに、そう、まあ、なんか内面的なものではすごい、そのなんだろう、最初の設定とかがいっぱい書いてる、うんうんうん、五家伝なんたら城みたいなやつとかめっちゃ読んだりとかして、うんうんうん、してっていうのをやってたんですけど、でもなんかそういう作業がすごい楽しかった記憶があるな、うん、キャスト同士とかは結構話した、あ、しました、しました、え、みんな喋ってたんじゃないかな、喋ってたな、うん、上のお姉様方にはもう本当に、うんうんうん、歌声がまず響きが全然違うから、やばかったよね、やばいですよね、みたいな、もうあの二人でさ、歌い始めたらもうさ、いや、今でそうそうそう、いや、ほんとそうなんですよね、やばかったよね、やばかったです、もうこれだけでいいって思ったね、ダメですけどね、ね、いや、でも本当に気持ちはわかります、めっちゃ、逆にどうでした、緊張しました、緊張しなかったかもしれない、うん、なんか割とさ、面倒くさがりの役で、うん、なるみたいな、うん、そうなると緊張もね、しなかった、そういう感じになっちゃった、私もリラックスしてみたいな、うん、それこそさ、リモちゃんがさ、ペアだったからさ、うん、めちゃくちゃこうテンションの高い役で、うん、そうですね、悩んでて、そうですね、なんたらですみたいなのよね、そう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 、
かよしよしってした覚えがあるよそうなんですよね、見てましたもん、私も、うん、どうしたらいいか分かんないってなってね、あるんですよね、やっぱそういう作品ごとにこう悩みというか、ね、あるよね、そうなんですけど、そうそう、ここが分かってるのにできないとかっていうのは本当にみんな、うんうん、いっぱいで、ね、めっちゃ頼もしかったと思いますよ、相方がさきなさんっていうのは。そうかな、いや本当にそうだと思う、なんかこう聞きやすいし、うん、聞いても絶対親身になってくれるし、やっぱだって一緒にいらっしゃったじゃないですか、うん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 、頼れるし頼りやすいし、同じシーンとかめっちゃ練習したもん、ずっと、うん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 、掛け合いですもんね、大事ですもんね、うん、すっごい楽しかった、楽しかったですね、すごい楽しかった、私の子よかった、でも分かる、私もすごい楽しかった、みんな前向いてやって、うん、本当に関係なくて感じでしたよね、その普段そのアイドルだから、うん、うん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 、関係なくてみんなで頑張ろうって、うん、全員真面目だったよね。真面目でしたね。いや、ね、本当にそう。いや、本当にそうでした。そうそう。ずっとなんか、ね、刀振ったり、踊ったり、セルフ練習したり。うん。うん、あれにも強かった。ハプニングにも強かった。で、初日のさ、ここへ来て。やばいやばいやばい。どうぞ。ここへ来て、出てきた。あれなんだっけ。あれなんだっけ、ドラム系。あ、そう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 。はい、うん、あれね、うん、もう拍手喝采だったよね、指笛しようかと思ったの、ピューって、いや本当にそれぐらいすごいと思って、な、何があったかと言いますとですよですね、本当に、うん、谷まりかちゃんがね、清四役のまりかちゃんがこう、うん、いつも持ってる小道具に小道具が入ってたんですけど、多分何かの拍手に落としちゃって、うんうん、いったところにないみたいな時に、うん、もう初日ですよね、しかも初日初日、うん、いきなりこうやっぱ緊張絶対あると思うのに、こうガラッとお客さんを巻き込むような笑いに変えてて、うん、昔さ稽古場の時確認したらあったはずなんだけどって言ってて、これがライブ生のもんだなと思いながら、本当に感動した、あれはすごいなって思った、うん、なんですよね、うん、でこうさ見えないようにさ芝居してた、うん、うんうんうん、素晴らしかったよね、本当に、うん、すごかった。さ、気になってたんだけどさ、はい、あれ、Twitter の時にさ、はい、なんか、ラジオ、うん、みたいな感じで、うん、上げたりしてたじゃん。なんでそんな、ちょっと本当にラジオやった後に持ち出したらダメですよ。私、めっちゃ面白くて、あれ。そう、なんか自分で勝手にこの Twitter の、うんうん、欄でね、募集かけて、まあ、うん、あれは本当に来たやつなんだ、うん、募集した あそこまで自演でやってないですよ、もうすごいやと思った、いや、せっかくなんかいただいて、なんかありますね、しかも一番最初もね、うん、やりたいんですけどどうですかみたいな感じになって、うん、まあ一回ラジオやとしてお便りくださいみたいなツイート、やばーだから本当にあの一緒にいてくださってる方の対応力が本当にすごい人ばっかりなんですよね、うんうん、結構ね、うん、人とかにも言われる、なんでさあんたに来るコメントはみんななんかこう面白いし、もう楽しもうっていう気持ちがたくさんあって本当にいい人たちに恵まれてるねってすごい言われるから、これな、いや、めっちゃ面白かった。聞いてくださったんですけど、そう、うん、ね、定期的にっていうことでもないですけど、うん、募集して。それ聞いて、うん、あ、レクチャー呼ぼうって思った。あー、なるほどなるほど、やっぱイメージ的に、うん、それもちょっとあったかも。あ、なるほどなるほど、そしたらもう全然ね、この中の5分前ですから合図しちゃうような。ラジオ慣れしてない感じでしたけど大丈夫でした？全然ちょうど良かった。あ、本当ですか？もうそれが聞けたらそれで。いやいや本当にありがとうございました。ありがとうございました。てな感じで。はい、はい、いいですよね。締めみたいな空気作っちゃったんですけど。はい、うん。この辺で終わろうかなと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではアフタートーク始めていきたいと思います。はーい。
本当にありがとうね、かいち。いいえ、全然です。楽しかった。本当、よかったよかった。めっちゃ楽しかった。なんか自分のさ、番組とちょっとどうだった？違う？全然違うよ。へー、こんなさ、ちゃんと、うん、あ、こう、何、質疑応答みたいになんないもん。質疑応答なんかない。質疑応答なんかさ、ちゃんと進めてくれるじゃん、なんか、うんうんうん、お話を。私、うん、なんか本当に喋って、うん、やばいみたいな、うん、時間ないみたいな。なんか考えるじゃん、一応さ。うん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 。やっぱもう時間ない、喋れないあ、みたいなペース配分全然できそうなんだ。まだ心配性だからさ、うん、もう台本みたいなの作って時間で区切ってとかやってる、うんうん、そのさ、時間、私もやってんの、ちゃんと時間そう、本当だ。そう、だからさきながさ、私より先にさ、うん、やってたじゃん、うん、番組、あ、このラジオ始まったじゃない、うんうんうん、だからなんかこんな感じだよってさ、うん、ちゃんと見してくれたの、こんな感じだったよっていう、うんうんうん、あ、なるほどみたいな、このぐらいのペース配分でやってみようかって思って、うん、やってんだけど、うん、喋ってると多分あれだね、時計見忘れたりしちゃうの。あっという間じゃない、だって単純。そうだよね、途中曲もね流してるし。そう、うん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 、ちょっと持ち合い見習って頑張りますでも会中はね、あの、なんていうんだろうね、和やかな緩い感じがまた会中の良さだから古すぎるのよ一緒にさ、こう会話に参加してる感じにさ、こう見てくださってる方がなるから、すごくあれはあれで素敵だけどね。ありがとう、うん、優しい私はさ、なんかこう人がさ、どうしてさ、うん、こういう世界に入ったのかとかが意外と気になってて、まあまあ確かにね、そう、あんまり普段そういう話しないじゃん、言うて。そうね、仲いい、良くてもね、良いからこそか分かんないけどさ、まあ、ね、そう、いつからやってるのとかは聞いたりするかもしれないけど、なんでっていうさ、そのさらに深いところ、何してた子なのとかっていうのはさ、はいはいはい、あんまりこう聞けないから、こういう機会にいろいろ聞きたいなって思ってさ、ね、今までもね、よく聞いたりしてたの。うん、聞いたりしてる。お、聞いたりする。なんか、うん、いろんな仕事をしてる子にはさ、うん、そういろいろやってきた中で、なんか今この仕事してるのはなんでとか、うん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 、そう聞いたりしてる。面白いね、確かに。したら、そう、楽しい、いいね、聞いてみようかな聞いてみなよ、うん、そういうのちょっと、そういうのを入れるわ、私もうちょっとちゃんとでもすぐ時間なくなるからねいや、そうなの、そんなん聞き始めたら多分すぐ時間なくなるのよね。うん、なくなると思う。そうだよね。そう、だから項目結構なんか絞ってっていうか、うん、ある程度決めて、うん、聞いてってる。はい、じゃあそんな海中にね、聞きたいことがあるんですけど、うん、はい、もうまだ海中は今月ラジオあると思うけど、うんうんうん、ちょっとさっきのラジオが今月もう最後なので、うんうん、今年どんな一年だったかっていうのを漢字一文字で、うん、表すと何かっていうのをですね、聞きたいなと、はい、思ってます。はい。なんか思いつくのある？え、これ、え、どうしよう。真面目に？どっちでもいいよ。真面目なのは、だってそんなバリエーションあるの？用意してない。いやだってさ、うん、なんかどんな感じなんだろうと思って、一応真面目なのも考えて、うん、真面目なのはね、あれ、うん、こう、むくっていう。うん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 。
はい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 。そう、なんかめっちゃ、うん、そう、なんかね、なんか、まあ、向き合、なんかいろんなことと向き合った気がするなって思って、今年。なんかまあ、さ、時間が、うんうんうん、さ、できたじゃない。そうだね、すごいたくさん。そう、時間ができたから。うん、することもそうだし、うん、自分のこととか、うんうんうん、これからとか、うんうん、それこそでも、まあ、家族ともこんなになかなか長くいることもなかったから、そうだよね、うん、あれ実家、あ、そう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 、今ね実家なの、うんうんうん、実家に戻ってきたのあ、そうなんだそうそうそう、うん、そうそうそう、こういうなんでもなんかいろんなもっと向き合ったかなって思って、うん、向くっていう字、向くっていう字、うん、選びました。そうだよね、なんかさ、うん、こういう風にさ時間が長く取れないとそれこそ家族ともさ、うん、一緒にいれなかったりするしさ、忙しいじゃない、うんうん、稽古入っちゃったらね、もう1ヶ月そう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 、ずっとだし、ね、その後地方飛んでとかもあるから、うん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 、そうだよね、すごくそれはいい時間だったなって私もやっぱり思う、うん、ね、まあね、なんか、うん、もうか考えようよねって思っちゃうと、そうそうそう、マイナスにさしてもしょうがないことだから、そういい時間が取れたなってやっぱ思いたいよね、うん、そうそう思いたい、そうだ、思いたい思おうみたいな感じ、そう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 、自分と向き合ってどうだったの？ごめん何でもさ、自分と向き合うって言ってたけどさ、うん、何か具体的に何かあった？なんか自分と向き合って、まあ自分と向き合っては、うん、なんか自分が、まあ、大事にしていきたいものって何かなとか、あー、もう一回こう考え直したんだ、いろんなことを。そう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 、うんうん、考え出すと止まらないのよ、私。うん、そんな感じする。そうなの。止まらなくて、でも、要は、でもなんか、寝れない夜が続いても大丈夫だったじゃない。あ、そんなに寝れない夜が続いたの？いや、なんかめっちゃ考えるのね、ほんとさ。うん、寝る前とか、やっぱさ、寝る前とかよくやっぱ考えちゃう。うん、そうだね、うんうん、逆に覚醒されてきちゃったりするよね。そうなの、うんうん、友達ん家にさ、うん、お泊まり行ってもさ、うん、私そうなんだけどさ、へえ、なんかさ、もうじゃあいろいろ散々喋って、うん、じゃあもうそろそろ寝よっかって言って、うんうんうん、一緒に寝てて、うん、でもさみたいな感じで、あれ最近どうなのみたいな話とか始まるわけじゃん。うんうんうん、もう終わらないよね、そういう話は。そ, う、うん、それがさーみたいな、どんどんさ、うん、で結構さ重要な話とかしだしたりするじゃん。あ、その寝る直前にね、何なんだろうね、あの深夜テンション本当に。それで覚醒するけど、うん、あ、結局ね、ちゃんと寝れるんだったらよかったけど、うん、よかったよかったそっかそっか。さきなは何感じ、人私もね、うん、ちょっとまあ似たような内容にはなってくるんだけど、うんうん、私は新しいっていう字かな、うんうん、で、うん、そのやっぱりお休み期間が長くって新しく始めたことっていうのがすごくたくさんあったのね、うん、おお、何、それこそ自分に向き合うっていうのもそうなんだけど、うんうんうん、ようやく自分のメンテナンスをし始めたというか、なんかストレッチしたり筋トレしたり、そうだし、あとなんかより一層保湿を高めたりとか、そうそう、だ自分と向き合うのも似てるんだけど、だから綺麗になったんだわ、さきな。なった？いや、もっと思うな、私も、まあ、もともと綺麗だったよ、もちろん、もっと綺麗だったけど、うん、マジ拍車かけて綺麗になるなってずっと
Twitter 見て。いや。だから何度かさっきあの Twitter にさ、マジで可愛いなみたいなさ、リップしたじゃん。本当の身内のやりとり。マジ思ったの、本当に思って、ちょっとこれはちょっとないなみたいな思ったから。ありがとう。いやいや、でもね、本当に、なんだろうな、なあなあにしてたことを、家にいる時間が増えて、よし、やろうってすごい思えたから、それはすごい良かったなと思って、うん。すごいよ。そっちのやる気に持っていけるのがやっぱ、素晴らしいね。いやなかなかね、そっちに持っていくのもさ、大変だったりするじゃない、うん、まあね、うん、そうそう、あとはなんか、動画編集の勉強をちょっとし始めて、うん、私、でも去年からだったのかな、うんうん、そうそう、それを今年よりね、うん、時間がたくさんあったから、うんうん、たくさんやってた。すごい、だから、私の、うん、カイチと夜更かしでとスタッキーなラジオのアフタートークの作用、うんうん自分のしかやってないからね。マジなんかゲストすいませんみたいな、こっちのゲストすいませんみたいな。いやあれだって自分でやってるんでしょ。全部自分でやってる。いやすごいわ。そうそう、なんかオープニング、何その本編始まる前のさ、オープニングとかも作ったりして、うん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 、そうかわいいよね、やってる。すごいわ、すごいわ。パソコン、もともと得意パソコンとか。あ、苦手ではないかもしれない。あ、うん。そうだね、それこそエクセルとかはよく使ってたから。そこだわ、そこの差がある。そう、うん、そうだね、あんまり苦じゃなかった。あ、うん。やってるうちにどんどんさ、なんかあれもやりたい、うん、これもやりたいみたいにならない？そうなんかね、やっぱりいろんなことやり始めちゃうから。うん、そうでしょ。そう、なるより時間かけて。そうなの、だからそれこそ、第1回目のアフタートークは字幕なんかつけなかったの。すごい分量だったから。でもなんか2回目になって、あ、なんかつけたいと思ってつけ始めちゃって、うん、あれはね、すっごい大変だった。やばいよ、だってそれこそさ、うん、もしさ稽古中とかだったら絶対できないもんね。どうすんだろうね。やらないかもしれないよね。寝れなくなっちゃうんだけどね。なんかさ、その、うん、話してる話を一回聞いて、うん、文字に起こすじゃない、うん、なんか何回も戻って今なんて言ったみたいなのがあったから、すごい大変だった。そっか、うん、そう、え、なんか全部打ってる。いや、全部は打たなかったけど、わりかし打ってたかな。すごいわ。いやね、今日はここで、うん、終わりにしとこうかな。そうか、オッケー。そうしましょう。はい、じゃあ改めまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバーイ。いい子。おやすみはい、それではアフタートーク始めていきたいと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。最終回だったのか。そうか、そうだよな。そう、結構あの毎月やるって言ってたんだけど、うん、できたい、できなかった月とかもまああったんだけど、うんうん、そう、今日で最後でした。ラジオって楽しいよね。でもね、今回が一番なんかリラックスして喋れたかもしれない。うん、そう、完全にそう、うん、付き合い結構長いもんね。確かにそうだよ。だから結局さ、魔界の花のさ、うん、鉄人の回で初めましてだったんだよ。
事務所にロケ現場で始めますやったね。そうバスから降りてさあ、JJプロモーションの桑江です、よろしくお願いしますみたいなさ。もう何年ですか、だから7年ぐらい経ったの。経つよね。怖いよね、20代前半だったのにさ。それ言わないで、俺30超えちゃったから。見えないよね。言えないよね。じゃあもう早速なので質問をいただいてるので、はい、答えていきましょう。はい、お願いします。お二人に質問です。好きな漫画は何ですか。はい、漫画か。漫画ここ数年でね、うん、漫画、まあ、もちろんずっと子供の頃から漫画読んでるんだけど、うん、アニメの方が多くなっちゃったね俺。あ、そうなんだ。アニメだと何。アニメだと、うん、まあ、鬼滅も見てたし、うんうんうん、ワンピースも見、もうほうね、なんかね、うん、兄貴が俺2人いるんだけど、うん、ずっとジャンプ派だったから、ジャンプで育ってるね、今も。あ、そうなんだ。ドクターストーンとか。今で言えば、ワンピースなんてさ、ずっとやってるじゃん。ずっと見てるの、うん、ずっと見てる。すごいね。漫画、アニメ、映画、全部見てる。すごいね、うん、漫画なんか、うん、ここにすごい、こっちの方にすごいフィギュアがザってある。すごい。そうなんだ。何巻だろう、今手元にパッと出るとこには97巻はあるけど、うん、やばー、うん、多分ずっと買ってるね。単行本はずっと買ってる、うん、ワンピース。なんかそこまでさ、お話を先を見越して書けるってのがすごいよね。すごいね。いや、なんか鳥肌がすごいもん。うわーこれで、それを気づく人、うん、何十年も前に書いて、うん、まあ、毎日のようにそれを読み返して、うん、あ、これってこの時のフラグだったとかって気づく人ってやっぱり、うん、それもすごいと思う。確かにね、考察をすごい上げてくれたりするじゃん、ネットとかにも。あるあるある。あれ読むとすごい楽しいよね。楽しいね、なんか、うん、あ、そこまで深く考えられるんだとか、そうあ、そういう考え方もあるんだとか、ね、どうしてもね、自分の頭一つじゃ思いつかないこととかあるから。わかる、その角度からなんだみたいな。そう、それすごい面白い。楽しいよね。私はね、うん、最近ね、マッシュルっていう漫画にね、ハマっててね。うん、知ってる？うん、初めて聞いた。なんか魔法学校の話なんだけど、みんな魔法が使える人たちなんだけど、うん、主人公は魔法が使えないただの人間なのね。で、なんかただの人間だから殺されちゃうみたいな感じなんだけど、この人すごい筋トレしてて、もうマッチョなの、うんうん、で魔法すらそのマッチョすぎてワンパンで倒しちゃうみたいな。そうっていうお話。何それ面白いね。え、めっちゃ面白いよ。マッシュル？マッシュル。マッシュルームみたいな感じなの、髪の毛が。あ、そこから来てるの。多分面白い、すごい面白いよ。あ、これだ。へえ。ジャンプなんだ。うん、そう。だから好きかなと思って。ちょっと気になるこれ。そう、読んでみて。拝見します。はい。じゃあ次の質問。はい。うん、ガロでさ、アニメもやってたじゃないですか。はいはいはい。それのアフレコの NG 談とかありますかって来てる。NG 談？うん。いや、ありすぎるけど、何がいいかな、うん、なんか面白いやつ。面白いやつ。なんかアフレコの時って、うん、音ってやっぱりマイクで全部拾うから、うん、声以外の音って結構敏感で、例えば今レザー着てるんだけど、このレザーが擦れる音、キュッ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 する音とかすらもアウトだから、うん、俺もそこはすごい気をつけるようにしてて、うん、でそれが究極まで行って裸足でやってた、うん、アフレコ。そうなんだ。そう、靴脱いでやってて、うんうんうん、周りの人に、なんで靴脱いでるのって言われて、うん、いや、足音とかちょっと気になるんで。神経質だな。神経、いや、そこまで神経質なんないと
っていうのと、うん、なんかね気持ちの問題かもしれないんだけど、うん、靴でいる時より裸足の方が声が出た気がした、うん、あでもあるよねきっとそういうのもねなんかガロあるあるなんだけど、うん、結構声張ることとかあるから、うん、うわーとか、うんうん、裸足でこう指で地面グッ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 グ張った方が出た気がしたな。なるほどね。え、なんかさ、アフレコする時のさ、ベスポジというかさ、うん、私絶対左足が前に出してこう、うん、セリフ言ったり、うわーって言ったり、やっぱ、うん、ドラマの方だとさ、アクションの時の動きに合わせて、うん、はぁみたいなやつ言ったりするじゃん。うん、あるある。そういうの絶対ね、左足が前だった。なんかあった、ね、そういうの。うん、俺はね、全部絵に合わせてた。あ、絵の中の雷光の姿になるべくこう体を持ってってた、うんうんうん、なるほどね、うん、確かに体で芝居変わるからねそうそうそう、なんか変なのみたいな感じで見られてたけどもう、ね、周りがだってどえらいプロのもうとんでもない方々だったじゃん。どえらかったね。ねえそうだから結構撮影終わってからも、うん、あのスタッフの方にお願いしてちょっといろいろやってみたいことがあるんでやってみていいですかって言ってブース借りて、うんうん、振り返りながら言ってみたりそうなんだいろいろやってみたんだけど、うん、今マイクの性能いいからあんまり変わらないですよって言われてダメかこれいろいろ試してみてはいったね。へえ、面白い、うん、そんな裏話があったんですね。はい、じゃあ続きまして、はい、どこだっけなあ、ガロがパチンコになって、うん、その際にご自身の演じられたライガやリュメがアニメキャラとして登場した時の率直な気持ちとかお聞きしたいです。なるほど、うん、実際に初めてそのアニメを見たのが、うん、多分、うん、CR のうん、アフレコ、それこその時に映像があったんだけど、うんうんうん、そこで見て、うん、あ、2次元になると俺こうなるんだってちょっと嬉しかった、うん、あー嬉しいよね。美少年になってて私も可愛いとか言ってめっちゃ言ってたもんそうだから結構嬉しかったなあれはね。え、うん、なかなか自分が2次元に変換されるってことが経験がないから、うん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 、あ、こうなるんだっていうふうに思ったな。あとはどういうふうにこれは声をつけようとか、そっちにすぐ聞こえちゃったら。絶対言わないようなさ、こと言ったりもするじゃん。うん、ああいうね、激アツだとかね。とか、そう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 。そういうのね、パチンコ用語というか。そう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 。なんか変な感じした。なんかね、俺はね、うん、これはちょっと監督に聞いてみないとみたいなのがね、いくつか最初の頃あったんだよね。うん、そうなんだ。ライガで言い方とか、うん、これはライガ言わないんじゃないですかねみたいなのがあって。あ、そうなんだ。で、魔界編全部撮り終わった後だったから、もう完全にライガっていうのが俺の中にはちゃんとあって、これどうやって言ったらいいだろうっていうので、何パターンか撮って監督に確認してもらっていいですかっていうふうにしたのはあったかな、うん、そうなんだ。そう、なんかもうちょっと声色を高くお願いしますとかってなった時に、うん、ライガってそんなに甲高くなるかなとか。確かに。そうそうそう、なんかそのすり合わせというか、うん、キャラクターとその時の監督の求めてくださるものっていうのをどうやって合わせていこうかっていうところは結構いろいろ大変だったかな。へ、うんうん、でも撮影も大変じゃなかった？グリーンバックでさ、実写の。あ、うん、なんかすごい思い出に残ってるのがさ、うん、ランニングマシーンみたいなやつただひたすら走るんだけど、あった。あの普通こう掴みながらさ走るものじゃない、ね、ランニングマシーンって。そう、でも掴んじゃダメだから、うん、意外とそのまま走るのが大変だった気がする。サキナが走ったのも俺のと一緒かな。バーあった？バーはあったたのかもしれないけども、掴んじゃダメだったから。とにかく、あ、掴んじゃダメってことあったんだ。多分あったんじゃないかな。俺の時あの、うん、ランニングマシンが全部緑でバーがなくて、うん、本当にもう板だけの状態。
ローラーだけの状態で床に置いてあって、うん、ワイヤーで引っ張られてて、うん、前を向いて走ってくださいと、うん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 、足元は絶対見ないでください、うん、でマシンは最高速度まで持っていくので、うん、ちょっとやっぱねこう走ってると体がずれてくるんだ、うん、あそうするとローラーの上を走るんじゃなくて縁を歩いちゃう時があって、はいはいはい、こけちゃう時はもうそのワイヤーを引っ張って宙にブラーンってなって、うんうんうん待って、そうだったかもしれない。あれはね、そうかもしれない。あんなランニングマシン初めてっていう体験だった。そうだよね。あとさ、うん、ここを切ってくださいみたいな。どこ？え、なんかわかんないけど、ここカメラの、ね、ここですみたいな。そう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 。あった。あれ難しくなかった？あれ難しい。薄い刃物をカメラのここここを切ってくださいみたいな。うん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 、うん、あ、そうそうそう。あったあった。あれはね。あった。そうね、練習だったね、とにかく。でずれたらここにろうそくがあるのでとか、そう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 、この火を切ってくださいみたいな。だモニター見ながら、うん、こうこうここかとか、そうそうそう、ね、もう貴重な体験だったよね、うん、面白かったね。秒数とかね、あと結構シビアに、あそうだったかも、そう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 、でも出来上がった時にあこういうことねみたいな、あ映像を見た時にね、そう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 、面白いよね、なかなかないからね。たださあれマセイ君はさきっとライガーが当たった時はさ、うん、すごくいい当たりなんだろうけどさ、なんかリュメって6番だったのね、うん、はははははそうだからなんか周りの知り合いの人とかに、うん、その私の演出が出てくると知ってるからさ、うん、嬉しいけど当たんないから複雑みたいなことすごい言われた。なんかね、多分あるんだろうね、そういう。そうそう。なんか当たりじゃないらしい。なんかでも前に聞いた話だと、その助っ人で来てくれたから当たるとかっていうのもあるみたいな話を聞いた。うん、あ、そうなんだ。うん、なんかいろいろね、うん、あるよね。うんそう、なんかよく分かってないけど。お前足速いなってよく言われた気がした、あの頃。へえ。なんかそう、当たりが走りが終わっちゃうと、うん、当たりも終わっちゃうらしくて。あーそうなんだ。そうそうそう、すぐ終わっちゃうのよ、お前足速いって怒られたことが何回かあった。ラジオの方でちょっと話してた、うん、キャンプのお話なんだけど、うん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 、何をするの？何をする？うん、そのまあ、サキナが一緒に来るんだったら、うん、料理ってさ最近どうしてる？家で。普通にはしてるよ、ちゃんと毎日作ってる。毎日作ってるでしょ。うん。だからちょっと料理対決じゃないけど、なんかお互いに料理を、俺もちょっと勉強この自粛の中でいろいろしてて、うんうん、でもやっぱりその。普段全く作らなかった人がちょっと覚えましたぐらいだから、うん、なんかいろいろね教わりたい部分はある。キャンプ多分ね男の人の方がねちゃんとやってるんだと思う、そういう風にやりだしたら。女の人はさ、うん、いかに早く楽に作るかみたいな感じだから、すっごい適当、全部目分量。あーそっか、俺小さじ1って言われたら本当にすり切りで小さじ1でしょ。そうなんだよ。なんかさ、私だって煮物とかは楽だからさ作るんだけどさ、うん、でって感じだよ。あーあの最後の味の調整は確かにそう、うん、味見して、うん、あちょっと醤油足したいなとかだったらガッて入れるけど、うん、そうか、まあそうか、そう、でもその感覚はさ、うん、多分料理慣れてるからこそのじゃないきっと、まあ、これぐらい入れたらこの味付けになるなとか、はい、おっしゃる通りで。もうこんなんできそうみたいな。そうだからなるべくね、その小さじとか使わずにもう大体これ入れたらこの味っていうのが感覚でつかめられるようになるぐらい今目指してます。なるほど。でもなんだろうね、だってさ、そういうお外でさ作るものなんてさ、お肉焼いたりさ、うん、するぐらいしかしたことなかったから、さっきのお出汁をさ取ってとか、うんうん、なんかすごいって感じだった。ホンビノスのはね本当にうまい、うん、
そう、そのそれ出てこなかったもん。うん、俺もシジミとかアサリとかじゃなくて、うん、ホンビノスって何ですかっていうところからだったの。うん、だけどそう、あの貝はね、うん、ハマるわ、うまいわ、でかいのよ、1個が。へー、だからいろいろそういうのとか、いい、ね、釣りができるなら魚さばいてやりたいし、うん、え、お魚さばける？ね、勉強はした、うん、偉いよね、なんか。ただその、うん、継続してやれるっていうわけじゃなかったから、うん、もしやるんなら一回もう一回勉強し直してから三枚おろしとかね、え、なんか、うん、ちゃんと 見てさ、 YouTube とかでもさ、うん、やり方教えてくれるじゃん、今何でも、うんうんうん、だからそういうの見ながらやればきっとできるんだろうけど、そのお魚を丸々一匹買うっていうことがまずないから。そうだね、食べきれないしね。そうそうそう、だいたいもう切り身買ってさ、うん、なんかタラのムニエルとかさ、そういうのやるんだけど、うんうんうん、さばかないね。そうだよね、釣ったらもうさばかないといけないから。そうだよね、丸焼きでもいいんだけど、物によっては勉強しとく。私もでもさばきたくない、うん、せっかくなら。そうね、それも動画に撮れたら面白い、うん、初めての三枚おろしみたいなそうそうそう、それもありかなと思うな。なんか、ね、なんかとにかくね、外に出て何かやりたい。そうだね、アウトドアがしたい。アウトドアしたいね、うん、走りたい私。外走る、だってずっと家でさ、じっとしててさ、運動不足だから。そうね、確かに。え、ドッジボールとかしたいもん、外で。ほわ、そう、すごい剛速球投げそう。うん、得意だった俺ね、前、うん、もうなんかいい的なんだよね、俺ドッジボールやると大きいからね。あの、上半身は守れるんだけど、足狙われると、うんうん、もう何もできない、うん、足しか狙わないもんなんかフリスビーとかね、あー楽しい、なんかやりたい。フリスビーいいね。ねえ、バドミントンでもいいよ。ね、バドミントンさ、うん、俺、まあ、そんなにいいものじゃなくて、普通におもちゃ屋さんとかで売ってるようなやつを昔からよく公園とか行くときに買ったりするんだけど、うん、100% 折っちゃうんだけど、あれはなぜだと。え、ちょっと信じられないんだけど。え、怪力すぎてってこと？普通に、わかんない、多分あの打ったスマッシュを止めちゃうからクンってなっちゃうのかわかんないけど、うん、ラケットがこうなっちゃうの。やばくない？多分やり方が間違ってる、うん、だからバドミントンは苦手そうなの、うん、苦手と、なんていうの、その打つの苦手、なんて言ってるんだろう、当たんないとかさ苦手はわかるけど、うん、その曲がっちゃって苦手は初めて。うん、なんかね、壊しちゃう。やばいね、クラッシャーだね。シャーなんですよ好きだけどね。え、絶対バドミントンやろう。マジか、なんか羽子板風に炭持ってきますじゃあ。うわー絶対やりたくない。新年会を兼ねて顔に書くんでしょ。そう、うわ絶対やりたくないな。やろう、心ないぞ俺うわー、私もだなそれはじゃあ本当に落ち着いたら、うん、ちょっとみんなでね、二人で行ってもしょうがないから、はい、みんなでそれはキャンプ行きましょう。行きたい。ねえ、楽しみ。あ、なんかちょっとそれは一個目標ができたわ。ね、なんかね、先にやることがあると頑張ろうって思えるよね。思える。ねえ、うん、それは楽しみに頑張りましょう。はい、はい、ということでアフタートーク終わりにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。